振り返れば、やつがいるは、1993年1月13日から3月24日まで、毎週水曜日21時21時54分に、フジテレビ系の水曜劇場枠で放送された、日本のテレビドラマ。主演は、小田裕二と、石黒健。ヒットメーカー三谷幸喜の本格的な、テレビドラマデビュー作として知られる。 1993年12月29日にスペシャル版が放送された。派閥争いが激しい天津老病院に確かな腕を持っている熱血管の青年医師、石川玄が赴任してくる。その勤務先の外科には天才的なメス裁きを持つ石師芝、太郎がいた。患者に、 最善の努力を尽くそうとする石川に対し、物事にいい加減で傲慢な態度を取り続ける芝は、医療の再現について冷酷なまでの判断を下す。二人は、医師としての信念をめぐって激しく衝突し、医師としても、人間としても傲慢不尊な芝の言動が許せない。石川は、あらゆる手段を持って、芝を、病院から追い出そうとする。しかし対する芝も、 手段を選ばずに、石川の追求を巧みにかわして、反撃に転じてくる。やがて、石川は、自らの肉体が、病魔に侵されていることを知る。石川は、芝の不正を求断することに執念を燃やすが、芝は、院内外の人間関係を巧みに操り、馬脚を表さない。しかし、 末期症状に苦しむ患者を患者の医師だったとはいえ家族にも許可を得ず安楽死させたことが発覚し芝は病院を去ることになるライバルとの決着に安堵した石川は血を吐いて倒れる芝は命を預かる嫉妬医い石川はそれに身を託す患者として緊急手術に臨み二人の間に束の間の絆が生まれる 芝の天才的な腕により手術は成功したかに思われたが突如として急変し芝の懸命な救命もとろうに終わり石川はこの世を去るぶつかり合ってきた石川を亡くしたことで芝の胸中に変化が芽生えるかに見えたしかしその直後芝が保身のために利用した元上司の平賀智和の狂人によって倒れ生死不明のままエンディングを迎える 101回目のプロポーズのヒットを受け、引き続きポニーキャニオン所属のチャゲアスカを起用。新曲のヤーヤーヤーが使用された。また、オープニングにおいて二人が歌うシーンが使われるという、テレビドラマとしては、異例の扱いとなった。こうしたことにより、セイエスから続いて、ダブルミリオンセラーの大ヒットとなり、241.9万枚のセールスを記録した。 天津老病院のロケ地である藤田旧本社。現在は建物が取り壊され高級マンションになっている。もともと三谷は喜劇しか書いたことがなく、また、すでに決まっていた脚本家が降板したことにより突然起用が決まったこともあり、準備もできなかったという。プロデューサーには、医学者はブラックジャックしか知らないと断ったが、それでもいいからと押されて書いたという。 そのため、執筆は相当苦労し、後半は、シナリオ一本の完成に10日間もかかったという。プロデューサーの石原隆は、三谷が、喜劇専門であったことを知らずに、シリアスな医療ものを依頼したため、書かれてきた脚本の喜劇帳の部分を変更することになってしまったことから、三谷さんには悪いことをしたと後に語っている。三谷自身も公言している通り、 医療者の,の名作、白い巨頭が元ネタであり、同作の影響を強く受けており一種のオマージュとなっている。財前のアンチヒーローな人物像は、小田裕二が演じる芝に、里見の意志としての正義感、倫理感などは、石黒賢が演じる石川に踏襲された。この二人をメインに据えて、 その倫理観についての対立関係がより顕著にエスカレートした形で本作では描かれている。ストーリーの終盤、石黒賢が演じている石の石川が病に侵され、やがて死に至る描写は、キャラクターの立ち位置こそ逆だが、白い巨頭の財前五郎を彷彿させるものである。脚本を手がけた三谷幸喜は、本作がゴールデンタイムで、 初の連続ドラマ作品だったが、シナリオが現場でどんどん変えられていくことにショックを受け、その経験をもとに、ラジオの時間の儀曲を書いた。また、スペシャル版は、柴と石川が床屋の利用詞というパラレルワールドの喜劇にしようと、したが、スタッフの猛反対に愛却下された。その代わり、この作品のヒットがもとで、三谷の希望する、 コロンボのような登場ミステリーとして、古畑任三郎が制作されることになった。戯曲と異なり、CM 等様々な制約のある、テレビドラマは、勝手が違ったが、三谷は、制約をむしろ逆手に取ることに快感を覚えたと、回想している。例えば、本作においてある二人の出演者の仲が悪かった、ことから、制作側から共演のシーンは書かないよう要請があり、 それを脚本に生かしたという。最終回のラストシーンも、あと2シーン撮って、クランクアップという時に、主演の織田が、こんな悪人が生き残っちゃっていいのと思いたり、最終回演出の若松節郎に、刺されて死にたいと申し出たという。すでに、クランクアップしていた、平賀智和役の西村正彦を呼び出した上で、話し合った結果、織田の申し出た案の通りに、 シナリオが変更された。一方、三谷によれば、撮影現場からプロデューサーを通じて、主演ダニの死にたいという申し出を電話で聞き、死ぬのは構わないので、どういう形で最後を迎えるかは僕に考えさせて、欲しいと伝え、5分ほど考えて、ラストを思いつき連絡したという。三谷によれば、とてもいいラストになったので感謝しているが、もうちょっと早く言ってくれれば、 ともこぼしている。医師及び研修医看護婦病院関係者患者白い、巨頭の何和大学病院と同様、大学が母体となっている、超一流病院であり、確固たる、派閥構想や内部権力が横行する病院である。三谷によれば、天津牢は、何和病院のように、大学付属ではなく、東都大学の直営病院、いわゆるサテライトホスピタルであるという。 中川の芝のも元は、東都大の医師であり、サテライトである、天津牢に出向しているという設定になっている。天津牢という名前は、江戸時代の蘭学者、杉田玄白の儲けた、医学、蘭学塾に由来する。役名は三谷が愛読している、風雲児たちの登場人物に習って、江戸時代の蘭学者の名前が、元となっている。ビデオ DVD。 サウンドトラック、ただし、配信版では、織田と石黒が走っているシーンに差し替えられている。このあたりの事情は、三谷幸喜のエッセイ、オンリー右渡しだけをに詳しく書かれている。ただし、白い巨頭は、異極制度の問題点や、医学界の腐敗を鋭く追求した、社会派小説であり、本作とはテーマが大きく異なる。HTTPS。 スタイル、日経 .com、アーティクル、ヤックスゾ32758210、Z00C18 アンペア700万ページイコール3、小田祐二代表作クランクアップ直前に、結末変更、僕は死んだ方がいい。スポーツ日本。2016年10月16日閲覧。三谷後期のありふれた生活822回、朝日新聞。 2016年10月27日掲載、スペシャル場により、スペシャルの位置づけは、本編6話の芝が平賀に突き落とされ負傷して、人間ドックを受けた、直後の石川が、芝のサポートで、ラパコレ成功までと、童話ラストの人間ドックの結果が出て、石川の癌が発覚、放射線界の山村が沢子に相談するまでの間のエピソードを、 本編最終回ラストで、平賀に刺されて倒れた芝が改装するという設定になっている。ただし、本編とは異なる箇所がいくつかあり、主なところでは放射線解が酸素に以外の意思になっている。部長室のセットが本編とは全く異なったセットに変わっている。本編では、ボブカットだったミネがロングヘアになっている。 中川の髪型も創発に近い感じに伸びている。笹岡の下手なクラリネット騒動は本編7話だったが、この時点で7話の時より上達している。ありがとうございます。